悠仁さまの中学校卒業式は17日ではなかった日程が嘘であるが決定的が続々見つかった模様。皆さん、こんにちは。チャンネルをご覧いただきありがとうございます。この動画に対して、いいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。今回取り上げるニュースはこちらです。悠仁さま卒業式の謎。 今月3月17日に、お茶の水女子大学附属中学校の卒業式に出席されたと報道されている久人様ですが、現在、ネット上ではお茶中の卒業式は、17日には行われておらず、実際には18日に行われたのではないかと話題になっているようです。こうした疑惑が浮上したきっかけは、ツイッターで、 お茶中に問い合わせたところ、卒業式は18日ですと言われましたというツイートがなされていたことです。その後、ツイッター上では、お茶中の卒業式は17日ではなく、18日だったのではないか悠仁さまの卒業式参加報道はフェイクだったのではないかといった疑問を呈するツイートが次々に投稿されていきました。 宮内庁に電話して、久人様の卒業式の日を聞いたら、18日だという答えが返ってきたというツイートを見かけた。真相破遣ではないかな ?3 月16日に、両親と卒業のお言葉を前取り、その日の夜にフライング報道。3月17日午前、久人様卒業報道審査へのお言葉なし。午後に、 地区付けたりの説明会をのりこさんと出席3月17日午後に年宮様誕生日会見久人様卒業のお言葉ビデオに取って付けたような震災へのお見舞いの言葉を入れる 3月18日お茶中卒業式、久仁様は、出席したかどうかは不明。友人様武蔵野寮に参拝。フェイクニュースで、年宮様会見にかぶせてきたのは、ええ家側だろうとしか思えない。年宮様会見は、3月17日、悠仁様つく布説明会3月17日午後、お茶の水中卒業式3月18日と予定に出ていた。 国公立卒業式は、物滅にしない。秋新祭卒業式は、18日と思ってたようです。お茶中の卒業式の日程は未だ不明ですが、午後は社音会があるとか。文京区の公立中は、一律18日が卒業式です。地区付けたり高の入学準備会が、17日なのは、それに配慮しているはず。 悠仁さまの卒業式は17日でも依存ないです。第一にネット上で話題になっているのが3月17日が仏滅の日であるということです。お祝い事などは仏滅を避けた方がいいとされており基本的にこの日にわざわざ卒業式を行うことはないようです。あまりにも不自然な説明会にてまた 文京区の公立中は一律18日が卒業式であり、地区付けたりが17日に入学準備会を設定したのは卒業式がブッキングするのを避けるためでしょう。お茶中は地区付けたりのすぐ隣にあるのですがそれ以外の学校で17日に卒業式があれば卒業式が終わった後に大急ぎで準備会に出席しなくてはなりません。 通常であれば、卒業式の日には、仲間との別れを惜しんだり、卒業記念のパーティーなどを行いますからね。まさか、わざわざ、他校の卒業式と同日に、入学準備会を行うとは思えません。それから、他にも、不自然な点として、悠仁さまが卒業証書を持っておられなかったことも挙げられます。通常 卒業式では買い片手に卒業証書の入った筒などを持っているものですが卒業式当日でも悠仁さまはそのようなものを手にしている様子が見られませんまさか卒業証書を職員に預けでもしたのでしょうかこの点も謎です通常卒業式の写真を撮るのであれば卒業式らしさを強調するためにも 卒業証書を片手に持っていそうなものですが、そうした写真は一枚もありませんでした。それから、学校正門の卒業式看板前で写真撮影をしなかったことにも違和感があります。以前、慶子様、山子様、愛子様が学校をご卒業された際には、いつも卒業式の看板の前で写真撮影をされていました。また、 卒業式には、生徒や保護者らが学校に集まるはずですが、公開された写真からは、そのような様子は一切見られません。果たして、いつどこで、悠仁さまとのりこ様は写真を撮られたのでしょうかさらに、ツイッターやフェイスブックで、17日分の書き込みについて、卒業式で検索をかけても、 悠仁さまが卒業式に出席されたというニュース以外は全くかかりません。通常、卒業式のような晴れの日であれば、生徒や、もしくは、生徒の保護者らが、卒業を喜ぶ書き込みをしたり、卒業式の様子の写真をアップしたりしそうなものですが、そうした写真や書き込みが一切見られないというのは、少々異様です。 他の区立中学は18日に卒業式。こうしたことに加えて、文京区の区立中学校10校のうち8校が18日に卒業式が行われたことを HP に記しているそうです。ツイッター上には次のような書き込みが見られました。文京区の区立中学校10校のうち8校 HP に 令和3年度の年間行事予定表あり16日卒業式予行練習17日卒業式準備3年生の予定詳細がある学校は午後予定に車線入り18日卒業証書授与式または卒業式の予定が入っておりましたよ文京区全体の区立中学校の予定表から 公立校は一律3月18日卒業式ということでしょうね。筑波大附属高校といたしましても、18日に入学説明準備会を実施することは、鬼畜な決定となりますし、17日の午後に設定することが、良識的な判断となりますね。それ以降は3連休。そんな中で、国立お茶の水附属中学のみ。 3月17日の午前に、卒業式。午後に進学先入学説明会という、ダブルヘッダー設定というのは、今年度卒業生に対して、何という鬼畜で配慮がない中学校ということになるのではないでしょうか卒業式日本やら、幸せの余韻に浸ることを許さない日程の選択。3月17日は、仏滅。 事務的な説明会ならば気にしませんし、土日祝日考慮以外が、17日が例年の決定日というならば、それは仕方がないのですが、できれば、義務教育終了という、ある意味で、子供時代からの卒業も意味する、中学の卒業式というのは、日柄がいい方がいいね。ちなみに、3月18日は大安。果たして、何のために、 秋篠宮家がこのような偽情報を流しているのかは分かりませんがこれまでの情報をまとめると確かに3月17日には卒業式が行われていないという可能性が高そうです皆さんは本当にお茶中の卒業式が17日に行われたと思いますかまた17日に行われていないとしたら何のために そのような偽情報が流されたのだと思いますか悠仁さんの入学式卒業式は以前からうさんくさいものでした6歳での新1年生入学式入学式出席のため両親の間を歩く悠仁さん満開の桜ところが実際の入学式の前日都内は強風で桜はほとんど散ってしまってました つまり前取り。それと、小学校を、校長らしき女性、副校長だそうで、二校舎に迎えてもらってるんだけど、その女性の背景がトイレ。正面玄関入って、すぐトイレの小学校は、ない。お茶の水小学校の配置、地理に詳しい人の話では、ゴミ搬出用の裏門に車で乗りつけて、すぐ校舎内に入る。 そこまで見せたくない息子本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また皆さんに感じたこと意見などをコメントしていっていただけたら嬉しいです。もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。